中華人民共和国の鉄道。中華人民共和国の鉄道では中華人民共和国における鉄道について記す。中国の都市間を結んでいる鉄道は大部分が中国国鉄によって運営されている。この他に市営の地下鉄や新交通システムなどの都市内交通機関や産業目的の鉄道などが存在している。中華人民共和国では長距離輸送。 移動において最も多く用いられるのが鉄道である。都市内以外のほとんどの路線が中国鉄路走行師によって運営されており、事実上の国鉄である。長らく国務院の鉄道部によって運営されてきたが、2013年3月14日、全国人民代表大会での承認を経て、設立された中国鉄路走行師に移管された。2015年末には、 中国の鉄道総延長は12万1 0 0 0トルに達し、規模ではアメリカに次ぎ、世界第2位だと言われている。鉄道網は8縦8横とも呼ばれる幹線を、はじめとして国内縦王に張り巡らされており、現在ではマカオを除く全ての省や特別行政区に広がっている。2009年の時点で国鉄は、貨車60万3082両。 客車49,355両、機関車18,922両を保有している。また、1日あたり3 8両を保有している。また、一日あたり三万八0 0本の列車が運転されていて、そのうちの3,500本は旅客列車である。2008年10月に発表された中長期鉄道網計画による政府の2020年までの鉄道投資は、総額2兆元になると言われている。この計画は、 2006から2010年に総額1.25兆元を投資するという第11次5か年計画をさらに発展させたものであった。鉄道建設への投資の増加によって中国の鉄道網は2007年末には7万 8000km であったが2010年末には9万 1000km へと拡張された。さらに2012年末までには11万 km に なると予想されている。鉄道の重要性が増している一つの原因として、貨物輸送需要の増加が考えられていて、国鉄は需要に合致した輸送力を確保する必要に迫られている。中国の鉄道、中国鉄路は、新朝時代の1876年、高所2年に、イギリスによって付設された五省鉄道、上海五省間1 4 5トルが、始まりであるが、これは、 無許可で作ったものなので数年で撤去された。本格的なものは1881年、高所7年に、理工省の命によって付設され、ラバが引く車両を用いた当初鉄道、河北省、東山所格召間 9.2km である。1882年、高所8年には、蒸気機関車の使用も開始された。以後、中国の鉄道の多くは、日清戦争もさらに進出。 分割を強めた列強の手によって付設された。1899年、高所25年に起こった、ワ話団の乱では攻撃対象にされ、1911年、戦闘3年には民間資本で作られていた、越間鉄道、高州武将、川間鉄道、観光政党を国有化して、列強の抵当に入れることに反対した視線省の資本化。 民衆運動がきっかけでカノトイ側が起こるなど、時代に翻弄される格好となった。また日露戦争の結果、満州南部地方、元東北地区の両寧省の鉄道利権は、ロシア資本の東西鉄道から、日本資本の南満州鉄道、満鉄に移っており、その利権を保護するために日本は1931年に満州兵を起こした。 続く1937年から1945年の日中戦争では、日本軍が占領した河北地域の鉄道は、満鉄系列の河北交通、河中地域の鉄道は、日本と同盟関係にあった中華民国、王朝明政権の国策会社河中鉄道によって運営された。日中戦争後、国境内戦によって1949年に、 中華人民共和国が成立すると、鉄道は国の重要な産業とみなされるようになり、原則として国有鉄道の運営とされるようになった。そして国の成立当時総延長2万 1810km に過ぎなかった鉄道は、国家主導下で急速に建設が進められ、文化大革命後の1978年には4万 3000km 超に、 1985年には5万 2000km 超、そして2009年には8万 6000km 超の路線を有するまでになり、インドの6万 2000km を抜いて、アジア最大、世界でもアメリカに次いで第2位の路線網を誇っている。現在も各地で新線の建設が進められており、2006年10月に鉄道部が発表した計画では、 第11次故カ年計画後の2010年には、総延長を9万キロメートル長にすることを目標にしている。また、電化区間は中華人民共和国成立当時はゼロであり、伏線区間も8 6 6トルであったが、2010年末現在では、それぞれ4万2ロメートル長、3万7ロメートル長となり、電化区間距離についてもロシアに次ぎ世界。 第2位となっている。2010年末に電化率と複線化率は、それぞれ46%と41%になった。2010年3月現在、都市間高速鉄道が、北京天津、武漢甲州、鄭州西安などの区間に導入済みであり、最高速度時速 350km、時速 250km の路線は、 それぞれ 3676km2876km となり、高速鉄道の総延長は世界一になった。中国の鉄道の特徴として、同じ路線に高効率で貨物輸送と旅客輸送と兼ねて行うことが挙げられる。2009年現在、トンベースの年間貨物輸送量はアメリカを上回り、約33.3億トンで世界一である。 ただし、トンキロベースでは二兆五千二百三十九億トンキロ。わずかの差で、アメリカに次世界第二位である。一方、旅客輸送は二千九年の年間輸送量は約十五点二億人。都市間のみ、北京や上海などの大都市都市鉄道の輸送量を含まないので、日本の約六分の一程度を百七十八億人キロ。日本の約三倍で、 世界一である。このことは長距離の利用客が非常に多いことを意味する。実際、旅客輸送は長距離輸送が中心であり、2から3日をかけて走る列車も少なくない。直通を原則としたダイヤ構成で一部のローカル線を除き、乗り継ぎでの利用は考慮されていない。中国の鉄道で最も利用客が多くなるのは毎年1から2月の春節。 旧正月の前後における帰省客輸送、春運である。この時期には列車が全国で大増発されるなど、当局では延べ約2億人とも言われる利用客数を裁くために40から45日程度の特別体制が組まれる。近年は都市部への出稼ぎが多くなったこともあって、輸送力は絶対的に不足しており、切符の購入は困難を極めるほか、 切符が高額で取引されることもあった。そのため、現在は講述する実名性が取り入れられている。2008年の春節輸送では、同時期に襲った大寒波の影響で、全国的に運休や立ち往生が続出するなど、ダイヤが大幅に乱れ、主要な駅には数十万人とも言われる、利用客が数日間も滞留して、一部では不穏な状況になるなど、 全国で大混乱に陥った。欧米諸国や東南アジア、オーストラリア、日本、韓国などの大都市圏では都市近郊鉄道が発達しているが、中国では地下鉄や路面電車、モノレール、トロリーバスが存在する都市はあるものの、その数は中国の大都市の数に対して非常に少ない。日本の国連やドイツの S バーンのような都市近郊電車網は、 中国では外務であった。しかし、近年は、上海や北京などで、全区間降下、または地上を走る、景気と呼ばれる、都市近郊鉄道も開通しており、蘇州などでも建設が始まっている。中国の列車種別は、下記の通りである。停車駅が少なく、速度の速い順、列車番号の頭文字のアルファベットは中国語の、列車種別のピニンの頭文字から取っている。 カッコ内は列車番号につくアルファベットまたは列車番号を 4000km 以上運行される定期列車を以下の表に示す。モスクワ行き列車と臨時列車を除いた最長距離列車は甲州ラサ間約 4980km を54時間だけで走る Z264、265、Z266、263時。 列車である。なお、運行時間最長は、父春ウルむ地間で運行されるで、その運行時間は68時間19分に及ぶ。国際列車も運行されており、その一覧を以下に示す。北京、上海、甲州などから香港へ向かう列車は、返還後も今に至るまで奇襲店の駅での出入国審査が存在する。香港行きは国際列車ではなくなったが、 国内列車とは異なる運行システムとなっており、越境列車に相当する。2014年12月10日より、北京西駅からベトナムのドンダン駅まで直通していた T8705、8706次列車が運休となった。2015年10月現在も、北京西ハノイ、ザーラム間の切符は、投資で販売されが、北京からハノイに行く乗客は、南ネでから、 T8701、8702次列車に乗り換えなければならなくなった。現在ではオンラインによる座席指定予約制度が導入されている。新システム導入により確実に切符が手に入るようになったかといえば、一方で旅客需要は依然として増加しているため、混雑期は長距離列車などでは、切符の売り出し日、一般の列車は発車の4.5日前。 直達は20日前早々に売り切れになることも珍しくない。また中国に市場経済が導入されたとはいえ、鉄道は未まだ計画経済を前提とした国家の所有であるため、駅の切符の販売員、周表員の販売意欲は日本と比較すると高いとは言えない。以前と比べれば少なくなったが空席があったとしても、没、名誉、座席なしと、 窓口で言われるような場面に言葉が不自由な外国人相手の場合などで現在でも遭遇することがある。かつては外国人は専用窓口でしか購入できなかったが現在は中国人も外国人も同じ窓口である。中国語の会話ができなくても中国自体の筆談で日付、列車番号、区間を書けば入手可能であり。 パスポートとメモを一緒に窓口に出すと最も手っ取り、早く購入できる。切符の購入は駅のみならず、街中にある周表ところでもできるが、1枚あたり5元の手数料が必要。大きなホテルのフロントで発売できるところもあるが、手数料はもっと高いこともある。ただし、街中にある周表ところは、手数料がかかるため利用客が少なく、かつ民間委託のため売れば売るほど、 手数料収入が増えることもあり、外国人にも比較的親切で利用型安い。最近では一部の駅で自動券売機も導入されており、一部の券売機では銀レンカードやしつけだからでの支払いにも対応している。ただ、自動販売機は切符の売り出し日直後の切符は購入できず、かつ自動販売機の操作を経営する人も多いため、窓口の利用者はあまり減っていない。 2011年6月1日より高速鉄道の乗車券購入時、氏名や身分証番号を登録する実名制が導入された。これはダフ屋行為を取り締まるためと言われている。そのため乗車券購入時に身分証の提示が必須となっているため、外国人が購入する場合、事前に旅行会社にパスポートのコピーを送付したり、従来は可能だった。 自動券売機での購入が一切できくなり、中国国民の場合、身分証を読み取るための機械が設置されたため、購入可能、窓口に購入が限定されたため不便が生じている。なお、広州、東、新線間の更新鉄路においては、同社組列車の自動券売機に、パスポート用のスキャナーが増設され、パスポートをスキャンさせることにより、外国人でも、 自動券売機での乗車券の購入が可能となった。また、外国人でもユーザー登録することにより、中国鉄路のサイト、www.12306.cn でのネット購入も可能であるが、中国で有効な携帯電話番号、決済口座が必要である。一方、多少の手数料は必要であるが、海外のクレジットカードでも決済できる民間の、 オンライン予約サイトも登場し、外国人旅行客でも、国外から容易に購入が可能となった。乗車前までに、駅窓口に予約番号と身分証を見せることで、切符を発行してもらい乗車することが可能であり、大きな駅では、ネット購入の受け取り専用の窓口がある場合もある。中国人は、新型身分証、二大身分証を使用して、専用の機械で切符を受け取ることも、 可能、中国鉄路での購入の場合、切符の発売開始日が、駅窓口での発売開始日より2日早く、設定されているただし、その際の支払いは、中国の銀行からのネット決済、また足付だからでの支払いのみであるため、中国の銀行に口座があり、かつネットバンクが使用可能、もしくは足付だからが使える環境でないと、購入できない。 乗車本人の口座でなくても支払いは可能。さらに中国人向けのサービスとして高速鉄道の一部では新型身分証を使用したチケットレスサービスも導入されている。中国の鉄道車用は1980年代までは主要幹線でも蒸気機関車が代々的に使用されていたが中国発の国産ディーゼル機関車である巨流型に始まって ディーゼル機関車の量産化も進み、1990年代に入り、電気機関車の大量導入も行われ、21世紀初めには、主要幹線においては、蒸気機関車は過去のものとなった。広大な中国の鉄道は長距離列車、非電化区間が多く地下鉄を除く、大都市の普通列車でさえもほとんどが客車であり、広大な国でも、 電化率が高く動力分散型が多いロシアの鉄道とは対照的であった。しかし一部の幹線は電車と機動車を用いて2007年4月第6回鉄道高速化後高速動力分散型電車を使うことを始めている。車両は自国生産のものも多いが機関車は日本、アメリカヨーロッパなど西側諸国からの輸入も少なくない。モンゴル、ロシア、 カザフスタンへ行く国際列車には東ドイツデュアに発注した及び使用されている。これらの客車は他国の車両と直通運転の際に連結されるため、モンゴルや旧ソ連校帝国、東、ヨーロッパなど東側諸国の車両を取る維持、または同じデザインの車両が使用されている。モンゴル、アルバニア、北朝鮮のような東側諸国やアジア、インド、タイ、 シンガポール、マレーシア、イラク、イラン、サウジアラビア、イスラエルなど、アフリカ、エチオピア、ナイジェリア、ケニア、スーダンなど、ラテンアメリカ、ブラジル、アルゼンチンなどといった第三世界諸国だけでなく、アメリカやオーストラリアなど、西側諸国にも、鉄道車両を輸出していい。夜行列車には一部のローカル線を除き、寝台車が連結されている。 夜行動尺組列車も寝台車がある。在来線の場合は、また、昆明霊行の K9682、K9684、K9686、K9688 観光列車と、北京甲州の T32、T31 列車は、一人なん包みというの個室がある。明霊の列車の一人なんつつみの中に、のダブルベッドと、 枕木方向の二段一人用、寝台一つがある。実は、最大三人用個室が、切符は一個室一枚で発売する。北京甲州の列車の一人なん包みの中に、枕木方向の一人用、寝台一つがあり、椅子と洗面所もある。ただトイレがあらない。同社組列車の場合は、寝台には、下式、中式、上式、下段、中段、上段があり。 下敷きの運賃が若干高い。乗車後に身分証明書を提示して、氏名などの記録が行われる。高級南伏せ、普段は高津積みと呼ぶや、南伏せには部屋に扉がついており、内側から鍵がかかる。席単位も部屋単位も購入は可能。定員ちょうどのグループで使用するときは事実上の個室となるが、定員以下で使用するときは、 アイベアとなることがある。室内の全員が食堂車などに行くときに、係員に申告すれば、外側から鍵をかけてもらうことができる。高包や一部の一等寝台の場合は、車掌の他に女性アテンダントがおり、乗車直後に部屋に挨拶にやってくる。すべての高包や一部の南布、南伏せ、高伏せにはコンセントがついているため、電気機器の充電に利用できる。は、 各車両に乗務する乗務員が各乗客の下車駅を把握して案内し乗客の寝過ごしを防止するため係員が下車直前まで預かり乗客が下車する駅が近くなると返却される乗車中は代わりに座席、信頼番号が書かれた預かり証を渡されるので各乗客はそれを切符の代わりとして携帯する食堂車を越えて座席車側に入り 再び信頼者側に戻ろうとするときに、預かり証がなと、食堂車の係員に制止されることがある。交付瀬以外は、枕、シーツ、毛布が備え付けられている。コンパートメントごとに、熱湯の入ったポットが置いてある。交付瀬は、消灯時間が決められている。在来線の場合は、元の北京天津、上海南京などの都市間列車は、特等難座。 一等難座、二等難座の三等級制の車両がある。都市連絡の任務を同社組列車に譲りの後に一部は他の線区に転出した。場合によりすべて難座に統一二等は口座に隠した、または一等二等のまま使用のケースがある。同社組列車の場合は、他に空調設備の有無で料金に格差がある。これは、 空調の使用の有無に関係がない。空調車は座席などの設備も良いための運賃差とされているため、春秋などの空調を不使用時でも新空調車料金とする運賃となる。一例を挙げると、北京上海間であれば、特、海の高級南伏せと、広市海の口座では10倍以上もの運賃、料金格差を生じる。現在でも多くの長距離列車に、 食堂車が連結されている。料理の量が少ない割に価格設定が高いため、講座や交付制の乗客はほとんど使用しないが、食堂車の料理人が調整する弁当の人気は高い。そのため、利用客は少ないが、それでもほとんどの長距離列車に連結されているのは、弁当調整所と乗務員の食事場所の意味合いもある。ためである。時間帯によっては、 乗客よりも乗務員の利用の方が多いこともある。ほとんどの長距離列車には一両だけの連結であるが、比較的豊かな都市部からの観光客や、外国人利用者が多い乱州とトンコを結ぶ、旅列車、トンコ号のように三両の食堂車、高級食堂車、普通食堂車、喫茶、バー車が連結されている列車もある。重点的に国家が整備を行う、八つの銃弾と八つの 横断鉄道である。八縦、中国大陸の南北を結ぶ、主な線。八横、中国大陸の東西を結ぶ、主な線。中華人民共和国では、国鉄以外にも、地下鉄、路面電車、モノレールなどがいくつかの大都市で運営されており、また高速鉄道に関しても2003年12月には、上海に、磁気浮上式鉄道のトランスラピッド開通している。 1969年に北京で地下鉄が開業した。しかし地下鉄の整備は1978年の改革開放政策まで十分には行われなかった。1980年代以降、外資の導入による近代化政策の元都市部において地下鉄の建設を行われた。上海では1990年代以降の相次ぐ。 オフィスビルの建設により地下鉄の路線網の拡充が急務となっていた。このような経緯はあり、中国の地下鉄は国産技術を主体とした北京地下鉄などの北方グループと外国技術を主体とした上海地下鉄などの南方グループに大別される。営業路線長を2020年に2007年比約8倍の 4200km とする計画がある。2020年に 北京では 1050km、上海では 980km、広州では 600km の都市鉄道が開業し、先進国に近い鉄道整備になる。2000年段階では地下鉄を有する都市は、北京、天津、上海、広州、香港の5都市のみであった。しかし、21世紀に入ってから大半のショートにおいて地下鉄の建設が始まり、 2016年現在、開業路線が存在せず建設工事も行われていない、小休業政区は、青海省、寧夏海賊自治区、チベット自治区のみである。北京地下鉄は1969年に中国発の地下鉄路線が開通したが、先日の通り整備は1978年の改革開放政策まで十分には行われず、一般人には開放されなかった。 2008年の北京オリンピックの頃から、開通路線が急激に増え、現在も建設中の路線が多数ある。北京地下鉄の他にも、国鉄の路線の線路を使用する、北京市郊外鉄道が2路線開業し、いくつか整備中である。北京市計画委員会は、2020年までに、北京市郊外鉄道 1000km、都市鉄道 1000km を整備する計画を、 制定している。中国国鉄の新線建設や駅調整に伴い、北京市域内の約 1000km の国鉄線路や中心市街地に位置する6つの貨物ターミナルを、郊外通勤鉄道と旅客駅に改造することが可能だとしている。最初の工事である、現在の貨物用の北京東駅を10面18線の旅客駅に改造する計画が、間もなく始まる予定である。 天津市には天津地下鉄と浜海快速の二つの鉄道事業者がある。上海地下鉄は1995年に1号線が開通してから次々と新たな路線を開通させ急速に総延長を伸ばし、2009年12月には東京都市圏の地下鉄総延長を抜き、アジアで最も総延長の長い地下鉄路線となった。 現在でも建設中の路線が多数ある。上海地下鉄の他にも、上海トランスラビットやハリエ有機電車が運営されている。甲州市内で完結する甲州地下鉄及び甲州海寿館島新型有機電車に加え、隣接する仏山市とを結ぶ仏山地下鉄が開通した。なお仏山地下鉄は中国で初となる都市間を結ぶ地下鉄である。 南京地下鉄及び南京有機電車が運営している。新地下鉄と MTR が運営している。ロープウェイや重軽軌道交通の地下鉄、モノレールが営業している。その他にも、重慶市内は起伏が激しいので有料エレベーターも運営されている。武漢地下鉄が運営している。満州国時代に路面電車網が構築されたが、 中華人民共和国建国後に大幅に整理された。現在は大連地下鉄と都市鉄道や路面電車を運営する大連高校客運集団有限講師が運営している。地下鉄は信用地下鉄が運営している。路面電車は1974年に一度全線撤去されたが2013年に新設され信用有機電車が運行している。 満州国時代に付設された路面電車は一路線を残し撤去されたが2015年に新たに一路線が建設された長春軌道交通と長春有機電車が運営している他にも地下鉄北湖線が建設中である生徒軌道交通が地下鉄と都市鉄道を運営しているまた2016年までに環状三号線以内の国鉄路線に市が 平均2から3キロメートルの駅間距離で新駅を建設し、通勤鉄道に改造を行うことが発表されている。西安地下鉄が運営している。蘇州軌道交通及び蘇州高新区有機電車が運営している。昆明地下鉄が運営している。甲州地下鉄が運営している。春便地下鉄が運営している。無尺地下鉄が運営している。低州式軌道交通が運営している。 調査地下鉄と湖南自由機交通発展、古墳有限公使が運営している。寧波軌道交通が運営している。神田桃地下鉄と青島有機電車が運営している。南昌地下鉄が運営している。ワイン市現代有機電車経営有限公使が運営している。復讐地下鉄が運営している。東岸地下鉄が運営している。南礼軌道交通が運営している。 合否軌道交通が運営している。主海上司建設集団が運営している。石化装置下鉄が運営している。企業軌道交通が運営している。モイ軌道交通が運営している。ウルムチ地下鉄が運営している。香港では大部分が香港 EMTR が運営している。香港 EMTR に所属していないのは香港トラムとピークトラムだけである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。